休憩の、もう水がこのまま来て、ゆきくんでもこっちで、そうなんですね。ちょっとこっち見てて、あ、取れた取れた、多分しばらくこれで大丈夫、申し訳ない、ありがとう。今の9月クラブチームなんですか。うち、今3チーム今日いるんですけど、大ヶ谷とは、少年団ですね。地域の他のは、あ、そうですね、はい、皆さんのパパさんが有志で教えてくださってる。それとは部費なんかも安いんですか。そうですね、年間で、1万とかそんな感じですね。そのぐらいだといいですよね。ね。だいぶ。うちの孫なんかでも、うん、クラブチーム、いろんなとこ歩いてます。クラブチーム、移籍をするってことですか。あ、すごいですね。本気ですね。だからもう、セレクション行ったり、呼ばれたり。うんうんうん、今、SHCH ってこの間優勝したでしょ、神奈川で、あそこ行ってますよ、ね、その前はシーガルスにいたんですけど、親が狂っちゃってる、うちの息子ですけど。勝てるチームにどんどん移籍するっていう感じですか。いやいや、やっぱ教えですよ、教えるのが。うちの息子も大学までやってて、最初はね、少年団入ってたんだけど、教え方がダメだっすね。まあね、プロとはちょっと、やっぱこういう時に基本を教えないと絶対ダメですよ、ね、うん、そうですね、上手くなるには基本をしっかりやったりする、うん、まあトラップだとかね、蹴り方とか、うん、両足今蹴れないダメージね、それの連続ですもんね。そう、毎日それがね、お母さんにも教えられます。やっぱ足が速い子はいいですよね。そうですね、足が速い子ね、センスもあるけど、まあ、努力もやっぱり必要なんでしょうね。でもここの18番は上手いでしょ、うん、背が高い子、あの子は感覚持ってる、ボールタッチの仕方とかね、うん、
サッカーで探るには大変ですよ。そうでしょうね。Jリーグ行ったってね。うん、うちなんかもうね、子供がやる気ある人はやらしてるけど、うん、一学年だいたい15から17、8ぐらいですかね。一番いいでしょ。2チーム出しがギリギリできるぐらいですね。学年によっては本当に1チームしかない、少ない学年もありますし。なしですか？なるほど。そっか。残念ながらあの子はもうやめることが決まってるんですよね。水泳もやっていて、水泳でも選手なんです。選手コースで、そっちを頑張りたいそうです。あれじゃないの？結構身体能力もいい、うん、すごくいいです。見ててわかりますもんね。うん、足が軽い。ボールばっか追っかけてるからね。周りを見ないと。